クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さんこんにちはダベデシヨコです今回は焦ったけれど神様によって守られた経験をお話ししたいと思いますこれはつい先月インフルエンザにかかった時のお話です、えー、我が家では保育園に行っている2歳の娘がまずインフルエンザにかかり38度の高熱が出ましたそしてその後 夫も発熱しましまた、えー。2人は5日間の隔離期間を経て、えー、なんとか無事に回復し,れしてくれてよかったのですが、えー、娘が回復して明日からやっと仕事に行けるぞと思っていた夜私も39度6分というおそらく覚えている限り大人になってから最高記録の熱が出て結果インフルエンザに感染していました。 え噂には聞いてはいましたが育児しながらの療養というのは非常につらいものがありますえ自分自身も高熱で、えー、動けない中元気になった娘は,娘はいつも通り大はしゃぎしますえご飯を作ったりおむつを替えたりそして寝る前にはいつも通り絵本を読んでと思ってきてこちらの体調をお構いなしで。 いつも通りの育児を必要としていますさらに実は言うと私は今第二子を妊娠中でしてお腹も大きくなる中薬も使いづらい状況にありますこれもまたつらいものがありましたまた社会的に言えばもう職場での今年度の有給休,休暇は使い果たし 自分の希望ではなくインフルエンザにかかっていますが仕事も欠勤となってしまいますどれをとってもつらい状況にありましたそんな中私はすがるように日曜日のオンライン礼拝に参加しましたそこでは聖書の言葉から「試練はこの上もない祝福だ」というメッセージが語られていましたこれは 言葉通りでは試練というのは祝福なはずがないけれども信仰を通してみると聖書に書いてある通り「試練は祝福になる」というメッセージでしたそしてこれから起こるだろう大変な時代のために語られたメッセージでしたが私には何ともぴったりその時の私の状況と重なりましたそして、 熱は続いて体調も不調な中でしたがメッセージを聞きながら私の心が非常に強められていくのを感じました信仰に立つ聖書の言葉に立つというのはこういうことだと身をもって体験し神様に感謝しました今日は焦ったけれども神様によって守られた経験 をお話しました。最後までお聞きくださりありがとうございます。またクリスチャンの寄り道でお会いしましょう。さようなら。